めてよろしくお願いをいたします。よろしくお願いします。本日はですね、滋賀県の方に来させていただいております100歳児のご住職にお話を伺っていこうと思います。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。はい、よろしくお願いします。最初にですね、少し100歳児様の歴史というところをお伺いしていこうと思っております。滋賀のお寺、西暦606年、推古天皇の時代に聖徳太子により建立されたと伝わっております。滋賀県でも最も古いお寺の一つと言われております。お名前にもあるように、特に徒来のお坊様との関係が深いというふうにも伺っております。こちらのお寺の創建には、百済から来られた僧と、あと朝鮮半島にもう一つあった高句麗という国があるんですけれども、そちらの方からも、ね、お坊さんが来られて、お寺が作られています。当時朝鮮半島、高句麗と百済とか反目をし合っていて、まあ言ってみれば戦争とかあったようなんですけど、でも外交施設としてね、こういった国々に朝鮮半島からお盆さんとか来られていたと思っておるんですね。まあ、そういった大陸の文化当然進んでおりましたので、まあ、そういったものを取り入れながらこのお寺を創建されて、まあ、地域が発展してきたものかなという、このようにご本尊のその言われのところですね、ですね、聖徳太子さんがタルボニーさんという、ここでものすごい有名な神社さんがあるんですけれども、そちらに来られた時に、鈴鹿の山の方で不思議な随行を見られまして、聖徳太子さんこちらの方に来ると、大きな杉の大木に、供物を備える、猿の群れを見られて猿が穀物されていたというところで、これはどういうことかということで尋ねられましたところのですね、上の方が切られておりまして、その上の方は百済にある龍雲寺というお寺のご本尊になっているというふうに言われるわけですね。で、下の方の、木に、これはもう非常に霊験新たかだということで聖徳太子さんが一刀彫りされて、観音さんを彫られたと伝わっています。それが十一面観世音菩薩、別名根のついたままの木に彫られたということで植木観音というふうに呼ばれております。もうそんな歴史の深いところの、こちらの百歳様でございますが、今ちょっとクラウドファンディングをなさっているというところで、そこのお話もお伺いしていきたいなと思っております。はいはい、仏様のまさにご修繕というところだと思うんですけれども、今回のそのご修繕のところですね、関わっているところとして小田さんが結構関わっているというふうに伺っているんですけれども、こちらはどういった歴史になられるんでしょうか。はい、非常にこちらのお寺もですね、中世は荘園を持って大きな勢力を持ったお寺でした。で、近くにこの近江国を治める佐々木六角氏という守護がおりまして、それは、ね、今で言いますと、能登川の近くになるんですけども、能登川安土の近くになるんですが、観音寺城というお城がありまして、そこが六角氏 の拠点だったんですけれども、信長の近江侵攻に耐えきれず、六角氏は逃亡してしまうんですね。でまた信長が去った後、甲賀とか、ここの、百歳寺を中心に、再興を図ろうとして信長に、抵抗するわけなんですね。で、そこでちょっと一つ疑問に思うのは、全く信長軍に歯が立たずに逃亡してしまった六角氏を、百歳寺側は支援して、してしまうわけなんですね。で近くにあった鯰江城というお城に、六角氏立てこもってたんですけれども、そちらの方に兵糧米を送って支援をしたりしています。で、そのことが発覚して百歳寺は焼き打ちにやって、全山消失してしまいますけど、その際に地元 の信者さんとかお盆さんがご本尊を担いで逃げておりますので、今でもかかとに傷があって非常に気の毒なお姿になっております。
その当時の、まあ、逃げられた時にもう本当に必死に持っていかれたというところも少し後に残っているというか、いろんな方々の思いで、今あのこの仏さんが、現代まで伝わっているという。クラウドファンディングしようと思われたきっかけといいますか。きっかけとなりましたのはやはりあの、2022年の、重要文化財への指定ということになります。信長に焼き打ちされる以前のお姿に何としてでもちょっと自分 の仕事としてやっていかなければならないという、そのようにまず決意あのいたしました。まあ、それとあの地域でいろいろ頑張っておられる方がねおられまして、まあ、そういった方々に少しでもあのこの地域の良さを分かっていただこうと思いまして、あのそういったものの紹介も兼ねてクラウドファンディングができたらなというふうにあの決意しました。で返礼品にはねあの非常にちょっとそういう意味ではあの地域性とかね、あの地域のことに注目していただけるように非常にちょっと工夫させていただきました。まあ、それが、ね、あの今回あの皆さんに協力、ね、あのいただいたあの一つ の大きな要因かなというふうにあの考えております。今後のところで少しもしあのこの場でお伝えされたいことがあればぜひお願いをいたします。はい、今月末からになりますけれども、聖徳太子1400年御恩期ということで、まあ、東海地域にございます、聖徳太子さんと縁やゆかりのある社寺から、まあ、寺宝ですね、そういったものを、まあ、同じこの、ね、五箇所というところにあります漢方館さんで拝見、していただくことができます。まあ、当山からもいくつかあの時報の方出させていただいております。ぜひそちらの方もですねご案内下に載せておりますので、またご覧いただければと思っております。では本日はお忙しいところ改めてお時間いただいてありがとうございました。 ありがとうございます。ぜひですねクラウドファンディングの応援いただければと思っておりますし、じゃあ百歳寺様ぜひご参拝いただければと思っております。年中無休というところでいつでもお越しいただければと思っております。では、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。このチャンネルではこういった形で、お寺様神社様のご紹介をしておりますので、ぜひチャンネル登録また、よろしければですね今回の動画のご感想などコメント欄にお寄せいただければと思っております。それでは改めて本日はありがとうございました。ありがとうございます。ご覧いただきました皆様ありがとうございました。失礼いたします。